バイロン・レーモンド、ウィーザー・ホワイトは、1962年から1993年の間に、アメリカ合衆国連邦最高裁判所、売席判事を務めたアメリカ合衆国の法律家、プロフットボーラー。1937年12月に開かれた NFL ドラフトの一順全体4位で、ピッツバーグパイレーツに指名された。1938年、新人の彼は、 リリーーーググのリーディングラッシャーとなった1939年にイングランドに渡ったが第二次世界大戦の勃発によりアメリカに帰国した同年末にイエールロースクールに入学した1940年にはデトロイトライオンズに所属しまたも NFL のリーディングラッシャーとなった3シーズンで33試合に出場した彼は 当時としては破格の1500ドルを受け取っており、彼はそのお金をロースクールの学費に費やした。第二次大戦中はアメリカ海兵隊を死亡していたが、指揮核異常のためアメリカ海軍のミリタリーインテリジェンスを務めた。ジョン・ F ・ケネリの PT ボートが沈没した区断のレポートを書いている。大戦終了後、イエールロースクールに復帰、1946年に卒業した。 フレデリック・ビンソンの助手を務めた後、コロラド州に戻った。1960年、アメリカ合衆国大統領選挙では、コロラド州で、ケネディの当選に向けて活動した。ケネディ大統領時代、ロバート・ケネディの下で、アメリカ合衆国司法省事官を務めた。ホワイトは、コーカー対ジョージア州事件などで多数意見を書き、ミランダ対アリゾナ州事件、ロタイ。 ベイド事件などの著名な事件で少数意見を書いた。ありがとうございます。